はい、どうも皆さん、こんにちは、水長です。では、今回はですね、戦後史の3回目の授業ということで、朝鮮戦争についてやっていきます。前回はインドシナ戦争ということでやりましたけれども、今回もインドシナ戦争と種類は同じ代理戦争です。代理戦争については前回の授業の最後で説明しましたけれども、代理戦争です。はい。ですので、まあ、同じ風に捉えていただければと思います。またなんかね、資本主義と社会主義が対立するんだなっていう、そういう構造ですね。はい、いつ起こったのかというと、1950年から53年までの4年間起こりました。じゃあ早速やっていきます。まずスタートです。もうスタートね。これはもうね、理由は覚えないでいいです。とにかくスタートはこれって覚えてください。スタートは、はい、北朝鮮がスタートですというのをまず覚えてくださいね。で、北朝鮮が突然、北朝鮮による北朝鮮の、はい、これが行われましたよ。北朝鮮は何をしたんですか？南の韓国に侵攻、あ、北朝鮮の韓国侵攻でいいや。北朝鮮の韓国侵攻。はい。これが1950年のことでしたね。はい。っていうのを行って、北朝鮮はもう、韓国のほとんどの部分を占領してしまったんですね。で、なんでこんなことやったのかっていうのは、これはもう今は無視してください。これがスタートですから。なんかあったんでしょうね。なかったんでしょうね。韓国の大部分を占領。はい、ということなんですね。で、地理が分かってない人のために軽く言っておきますと、こう日本がこうあると、日本のすぐ隣になんかでっかいのあるよね、ユーラシア大陸。で、こうロシアとかもあるんだけど、それでここにあるのが、これがまあ朝鮮なんですね。で、こっち中国。これロシア。ね。これ朝鮮です。今、斜線引いたところね。で、今の朝鮮って、こう2つに分かれてるんですよ。ね。こっちが北朝鮮。こっちが韓国。これはですね、今も昔も変わっていないんですけど、こんな風に分かれているんですね。で、北朝鮮が1950年に突然、韓国を占領して、ほとんど、バン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 、ほとんど韓国をやっつけてしまいました。で、ほとんどゲットしましたね。っていうのが起こりました。はい、ここまで大丈夫ですか？大丈夫ですね。で、ちなみにですね、これ言っておきましょうかね。こっち書こう。まあ、これは分かりやすくもっと拡大しますね。はい。そうですね。こっちが朝鮮。北朝鮮って正式名称分かります？朝鮮民主主義人民共和国って言うんですけど、まあ、北朝鮮って書こう。北朝鮮の、初代首相の名前、これを覚えてください。初代首相の名前を、キム日成と書いて、キム・イルソンっていうふうに言います。はい。キム・イルソン。キム・ジョンイルのお父さんですね。のキム・イルソンです。はい。そして一方、南。南は、正式名称、大韓民国と言いますけれども、今回は訳して韓国と書きますね。韓国というんですが、その韓国、韓国の、初代大統領の名前なんていうかっていうと、こう言います。イスンマンっていうんですね。イスンマン。ただ、まあ、ちょっとね、イスンマンって読み方を忘れちゃいそうだなってなるから、まあ、音読みで、リ・ショウ・バンって呼んでも別にいいんですよ、別に。はい。はい、イスンマン。はい、これ、受けたまわるって字ですよ。ちょっと字下手で分かりにくいと思いますが。はい。まあ、正式にはイスンマンって言います。はい。で、まあ、とにかく、朝鮮民主主義人民共和国、北朝鮮がなぜか知らんけど、もう、すごいナショナリストだったんでしょうね、キム・イルソンが。朝鮮はもう全部社会主義にしちゃえとか言い出したんですね。はい。当然、北朝鮮は社会主義国です。理由はっていうか、覚え方と言ったら、まあ、ロシアが社会主義国なわけですよ。だからそのすぐ隣に接している北朝鮮も社会主義国だなっていうイメージで覚えればいいですよね。で、韓国は、こうですね、資本主義国です。はい。で、これがまあぶつかり合って、で、北朝鮮がこっちに占領しましたよ。ね、今ここまで話しました。はい、じゃ続けますよ。丸2です。はい。で、さっき聞いた方もいると思うんですが、この前の授業でも言ったんですが、国連のとあるルールで、こんなのありましたよね。国連のとあるルールで、侵略するのはダメだよって
いうルールがありましたよね。覚えてますか？はい。で、今回のこの丸1の内容、これ明らかに侵略でしょ？北朝鮮が韓国を侵攻、明らか侵略してんじゃん、これ。侵攻って侵略とも置き換えられるよね。侵略したわけですよ。だから、国連は北朝鮮に、こら、やめなさいって介入してくるわけです。ということで、書きます。国連っていろいろ、機関があるんですが、一番国連の高い機関、一番レベルの高い機関が国連安全保障理事会ってところなんですね。はい。これ確かどっかで授業でやった気がするな、地理の授業とかで。まあいいや、国連安保理っていうふうに略して言うんですが、国連安全保障理事会のことですね。っていう国連で一番権力の持ったところがあるんですが、そこの国連安保理が、北朝鮮がね、韓国を攻めたっていうのについて、それについて、この丸一の内容について、それは、丸一の内容、これは北朝鮮の侵略であるということを認めたんですね。まあ、侵攻って書いてあるんだからね。明らかに侵略であるということを、と認定しましたということです。わかります？はい。で、そういうね、侵略をすると国連軍は絶対出動してくるんですね。はい。インドシナの場合、インドシナ戦争の時はちょっと別でしたよね。なんか新しくなんか国作って、バオダイとかいう王様準備したから、なんかね、侵略って思われなかったんだよね。でも北朝鮮はそんな、そういうことしなかったから、怪しまれて、ね、国連軍来ちゃってっていう、そういう流れです。で、国連軍は、仁川っていう、これ中国の地名ですね。仁川。仁川っていうところに上陸しました。国連軍がね。うん。で、国連軍はどうしたのかっていうと、北朝鮮の首都である、北朝鮮の首都って皆さんわかります？まあ、北朝鮮のことを知ってる人はあんまいないと思うけど、北朝鮮の首都は昔も今も変わりませんが、わかりますでしょうか？仁川に上陸して北朝鮮の首都である平壌っていうところを占領しちゃいましたね。首都を占領するってかなりやばくない？ね、日本でもさ、首都東京だけど、東京占領されたら日本終わるよね。うん、わかる？地震とか起きて東京やられるだけで結構いろいろ破綻するでしょ。それがね、北朝鮮でも起こっちゃったんですね。で、平壌が占領された。これが1950年ということで、これがまあ戦争のスタート、きっかけだと思っていただいて結構です。はい。でですね、国連軍が出動した一つのきっかけがあるんですが、これちょっとわかりやすく話しましょうかね。この赤で書いたのはこれ社会主義ですよね。社会主義のリーダーはソ連ですね。そして資本主義のリーダーはアメリカですよね。わかります？つまり、北朝鮮が占領してきたことに対して反発する国っていうのは、韓国とかアメリカっていった国々ですよね。こういった国々が北朝鮮に反発するんですよね。で、実はこの国連って、今回国連がね、こう侵略と認定して、こう国連軍出動みたいな流れになってたじゃないですか。で、国連っていうのは、本部はどこにあるかというと、本部どこにあるか知ってます？本部、ニューヨークにあるんです。ニューヨークってのはどこにあるか知ってます？ニューヨークは、in アメリカ、アメリカにあるんです。わかります？つまり、国連ってアメリカにあるということは、アメリカの意思が結構反映されるわけですよ。わかる？で、アメリカは当然、韓国と同じ資本主義ですよってことです。つまり、北朝鮮みたいな社会主義が、今回こういうね、侵略を行ったっていうのは、韓国にとっても嘆かわしいことだし、アメリカにとっても嘆かわしいことなんですね。だから、アメリカは怒って、で、国連軍を出してきたんです。国連軍を出動したっていうのは、要はこれ、なんかアメリカが怒って、で、反発してきたっていうふうにも捉えられるわけですね。はい。裏を読み取ってくださいね。難しいけど。うん、で、そんな感じで、平壌が占領されてしまって、で、どんどん戦争が激しくなっていくんですね。はい。で、ここまで大丈夫ですか？今、ここまで一区切りです。はい。じゃあ次、丸3、丸4、丸5残っているので、ゆっくりやっていきましょう。はい。次、丸3。ね、いつもより授業のスピード、ちょっとゆっくりではあるけれども、どうでしょうかね。まあ、逆に遅すぎるっていう、思った人は、
コメントに書いてほしいんですが、まあ、このぐらいの方がいいかなっていう気持ちもあるっちゃあるんですが、はい、人民中国人民義勇軍っていうのがあるんですが、なんでここで中国っていうのが現れるのかっていうと、地理的に考えて朝鮮のすぐ隣ですよね。はい、でちょっと確認します、確認しますよ。ちょっと待ってね、アメリカとソ連、資本主義社会主義ってあって、で当たり前ですけど北朝鮮がこっちですよね。北朝鮮こっちで、それと対立していた韓国はこっち側ですよね。これ確認ね。そして今回中国が出てきたんですけど、中国はどっちにいるか、こっちですかこっちですかどっちですかって言ったら、なんと中国はこっちなんですよね。はい、つまり北朝鮮の仲間なんですよ、これ。みんな仲間ね、うん、で今回は韓国と北朝鮮の仲間、失礼しました韓国と北朝鮮の戦争なんですよ本当はね。でそれに対して中国が北朝鮮を助けに行っちゃったんですよ。中国の人民義勇軍が賛成しました。これちょっと有利じゃない？だって韓国は誰にもほら助けてもらってない、ほらまだ俺何にも書いてないよね、誰にも助けてもらって、でも北朝鮮はほら中国っていう仲間に助けてもらってるから少し有利になるわけでしょね。でまあ参戦ってことで、これがまあ1950年の10月のことでした。はい、で中国はまあ北朝鮮を支援するわけですね。それは分かりますよね。北朝鮮支援で、一つ言っておきたいんだけど、なんで中国人民義勇軍っていう名前になってるかっていうと、これ何が言いたいかっていうと、正規軍ではないってことです。正規軍、つまりあの、なんだろうな、中国の正規軍っていうのは中国人民解放軍っていうやつなんですけど、それを出してしまうと、まあまたなんかちゃちゃ入れられることがあるので、正規軍ではないあえて中国人民義勇軍っていうのを出すことで、まあなんか助けてくれたんだなと、なんか中国のある一部の人たちがね、なんか学生たちとかなんかが、北朝鮮に来てくれたんだなっていう、そういう風に捉えてもらえるように、まあそういう、まあ、中国人民義勇軍が賛成したわけですね。まあ、そこはどうでもいいんだけどね。で北朝鮮支援しましたと。なんですがですね、韓国も強いわ、北朝鮮も本当はもともと弱い国じゃないですか、北朝鮮って。でもバックに中国がついてるおかげでちょっと強い風になってるんですよね。だからどっちも強い、北朝鮮も強い、あごめん、韓国も強い、北朝鮮はもともと弱いけどでも中国のおかげで強いってことで、強い同士と強い同士で戦ったら戦争終わりませんよね。はい、でそれがマリオンにつながります。はい、マリオン、結局国威38度線、これ結構聞いたことある人いるんじゃないですかね。これ中学でもやった方いるかもしれません。結局、北緯38度線付近で、戦線膠着です。戦線って、線路の線ですよね。戦線、汚いね、字が。よいしょ。こう、着と。まあ、要は、朝鮮がありますよね。で、北朝鮮も頑張った。韓国も頑張った。ね。で、どこでとお互いの軍がぶつかったかって言ったら、ここでぶつかったところで終わっちゃったんですね。はい。ここが、北緯38度線なんですね。 N38 度なわけです。ここで戦争が膠着、なんかまあ固まって止まっちゃったっていうイメージですよね。はい、だからもうこれ、それによって戦争、この朝鮮戦争は長期化してしまうことになったわけです。はい、戦争長期化ということですね。はい、はい、では最後丸5です。で、1953年です。戦争終わるの1953年でさっき言いましたよね。に、これが結ばれました。
朝鮮、休戦協定というのが、休戦協定っていうのが、1953年のですね、もう暑いですよ、7月、に、結ばれました。で、この北緯38度線って、まあ、要はここに引かれてるわけですけど、の、いろんな地域があるわけですよ、北緯38度線には。そのうちのある一部の地域、ここの地域を、まあ、半門点っていうんですよ。パンムンジョムって正式には読みますけど、まあ、半門点でいいですよ。はい、で、この半門点で、この朝鮮休戦協定は結ばれることになりましたよってことを最後に覚えておいてください。この半門点っていう、その地域名もすごく入試とかで出てくるので覚えてください。半門点で、調印ということです。はい。ということで、今回すごく内容単純でしたけれども、まあ、ただこれだけですよ。ね。すごい話単純ですよね。で、冷静はしばらくここで落ち着いて、なんですけど、またね、今度はキューバ危機が起きてしまうんですよね。で、またそれも、次回以降やっていきたいと思いますので、ちょっと、まあ、少し楽しみにとか言っちゃダメか。まあ、少しね、興味持ちながら、まあ、聞いていただきたいなと思います。ということで、今回の朝鮮戦争の話は以上です。どうもありがとうございました。皆さん勉強頑張ってください。